どうもこんにちは、ナッチでございます。アムリニアを使いたいと思います。このキャラがね、弱いじゃん。弱かったじゃん。ブレオン強い、メニット武器強い、変身の時のスキルも強い。アムリニアかっこ笑い、フェルル強い、ユークス強いっていう感じだったじゃないですか。なんかの初見攻略で一回輝いたんですけど、それ以外はほぼ活躍の場がなかったアムリニアちゃんが強くなりました。10個目標が2個ねついちゃって、倍率も上がっちゃったよ。リーダースキル使っていきたいんですけど、僕のアカウントって貴族性縛りじゃないですか。で、今回相方東堂なんで攻撃タイプ縛りになるんですよ。東堂のリーダースキルが攻撃と体力、アムリニアのリーダースキルが攻撃と回復、つまり攻撃がフルでかかります、倍率が。まあ1体ぐらいね、かかんないやつ入れてもいいんじゃないのって思うかもしれませんけど、やっぱフルスペックで活かしたいんで、今回はこういうパーティーで使っていきたいと思います。一応ね、これ裏マロをやろうかなっていう想定で組んでたパーティーで負けました。裏マロに多分多色で行くこと自体があんまり向いてないと思うんですけど、なんかリットとかリンがめっちゃ変換してきて積むし、普通にもうキャラ次第では普通にスキル足りんくなるしね。ってことで今回はアメン降臨をね、せっかくのでやろうかなと。ちょっと初日にできなくてタイミング逃した感があるんで、ここで行きましょう。絶壊滅級行きたいと思います。おー、なんか背景、すごい壁画みたいなの書いてあるやん。なんか喋った、今この子たちと遊んでるの。ごめんね、遊んでるとこ邪魔して。そう、バインドないんだよこれ。変身したらバインドつくんだよ、キモくね。どうしようかな。アメンって神タイプなのかな。セリカつけんのもあり、この辺あり。いや、ちょっとスキブ稼ぎたいんじゃないのかなっていう感も強い、これ。キラーはね、普通にありな気がしますよね。ありありありなちゃんな気がします。この辺とかさ。おとなしく甘小積みか？何がいいんだ？多分裏溜まるんですよ、ワンチャン。欠損さえしなければ。で、裏溜まって嬉しいスキルだといいんだけど、そんな便利な、ねえ、これぐらい？いや、これは溜まらんな、さすがに。東道武器にしときました。てかさ、盾張ってたよね。ちょっとダメだって。これ1階から威嚇しないとダメなパーティーなんだって。で、裏マロを想定なのが良くないんだろうな。だってさ、アムリニアいないとこれさ、倍率出ないんですよ、そもそも。どうすればいい？こいつをワンパンすればいいのか。そうだな。簡単な話やな。とりあえずヘイストしとこう。味覚は効かねえからゴリ押し。押して参る。まあ片側低いけど倍率。かっぜ。暗闇発生、雲発生。ドスンドスンドスン、死にかけております。生き延びることが困難。生き延びることが困難。生き延びることが困難。何度も言うよ。いかんでしょう、いかんでしょう、それはそれはいかんでしょう。火がないのはいかんでしょう。ペルペルに作ってもらいます。皆さん、これがね、攻撃縛りかつ貴族性縛りの辛さ。え、吸収が嫌がらせ、すごい嫌がらせ。これが現実です。多色が流行ると僕は厳しい道を歩まねばならんことになります。グッバイ。は？は？どうしたらいい？ここヘイストにするか、とりあえず。あ、じゃあ遊んでるんだったら邪魔しないでもらえます？ああ、僕が邪魔してる立場なんですね。それはすまんかった。行くぜ。まずは、パンジーと思ったけど、パンジーはいいや。魔力、いや。いや、こっから。ノバラスタートからのパンジー挟んじゃってからのセシリアドーン。
かしまだたまりません。根本的にきついんよね。貴族性縛りじゃなかったら多分サブに火を入れることができて、で道中もまあ受けながらねちょっと戦っていけるよみたいなパーティー組めると思うんですけど、うちはそれができないんでね。まあ、組み方次第ではできるのかもしれないんですけど、でアムリニアとかいうキャラクターさ、変身するときにさ威嚇すんの、ふざけるなよと、お前を待っていたんだぞと、こっちはねお前のためにむしろ威嚇をしたかったぐらいなのに、なんでお前が威嚇をするんだと、僕はそう思ってしまいます。ただまあ進展があったんでとりあえずいいでしょう。貴族性も左に移動してくれましたし、倒せるんじゃないかな。勝って勝って、あ、それしかも絶対やるんだ。こっちも硬くなったけど、これ欠損してたら結局負けるんですよね。5色ないとさ倍率5倍出ないし、まずいんじゃないかなこれ。どうしたらいいと思う？僕ら積んだんじゃない？大丈夫？落ち込んこないと、これ積んだんじゃない？大丈夫？まあ、来るわけもなく。あ、でも体力21万あるよ。お、消せなくなりました。消せなくなったんで倍率が出ません。無理っす、無理っす、そもそもその吸収が無理っす。わかった、サンタンヘイストだ。変身できるやん。釘ドロップで削ることも検討よ、マジ。なんか強そうなことはしてるんだけどね。どうでしょうか。もう耐える。で、これが来るじゃん。これが来るとさ、で、ここで倒せなくなって、みたいなさ、流れが起きてさ、ほら。ほらーだよ、マジ。むむむ。いや、何もむむむじゃねえわ。そこで消せなくなるんだから、結局ダメだ。パンジーもバインドないんだよね。まあ一応これ初見プレイなんでお許しくださいね。今ね動画もう20分経ったんですけど、まだ1回が倒せないんですよ僕ら。すいませんね、これダンジョン内容知ってたらね1回の対策も考えようがあったのかもしれないんですけど、よし、もうやっと初手変身できるようになったんでいきます。ただここで変身できたからといって今スタートラインに立っただけなんですよ。さあまずは半分いってみよう、半分削ってみよう。 OK。 いや結構これ吸収入ってね、なんかめっちゃシュン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 いっとるよ。こっからはまあ相手が火属性じゃないとはいえワンパンいけるんでしょうか。ワンパンというかね、吸収に引っかからず倒すことができるんでしょうか。倒さないともう罪です。お願いします。まずは我々に進展をください。イエス。いやー難しかったですね、アメン降臨。ではまた次回の動画でお会いしましょう。デュエルちゃん久しぶり。短縮だって、それは消せます。ドッカン、え、ドッカン爆弾とかじゃねえのかよ。指がバカクソ長いのはね助かるんですよね。ちょっとだからそれに甘えて十字組みながらね、目覚めも消しつつやっていきたいところでありんす。ほい、デュエルは根性があります。なんかワンパンできそうな気がする。どうかな。全然硬い、すんげえ硬い。ドッカン、なんかドッカン何回もやってくんの怖くない？火力どんどん上がっていくみたいな、そんな感じ。もしくはあなたのキャラ作りですか、それは。そういうキャラで売っていきたいからドッカンドッカン言ってんのかな。
マジファスカから時が止まってるこの子を進化させてやってくれ。運営さん、新キャラばっか追加しとらんと。まあ、雨がね進化したのはいいことなんですけどね。必殺技行くみたいです。パンジーが溜まっておりません。どうやら我々は負けたみたいですね、これね。5秒ですもん。また5秒先生だよ。そんなこと言われてもさ、一応色は消すけどさ、無理なもんは無理ですよ。ありがとうございました。力を込めて色変わってドドッカーン。お賽銭します。いや、ここで諦めたら僕はね、アメン降臨を多分一回もクリアすることなくね終わると思うんで、ダンジョン期間がね、ちょっとクリアはしとこ。木染めアムリニアはもうダメってことが分かったから、それを今回その授業料として払おう。まあ今のはなんか単純にね調整ミスっていうか、そんな感じもするけど、まあでもこのゲーム落ち込んのその量次第では根性ラインで止まって、いやーこいつ硬そうじゃね、根性ラインで止まって普通に発狂されて負けるっていうゲームなんでね、極端な話ね。マジマジマジ、これは本当にアテナ降臨あたりまではまだあったんですよ、予兆みたいな、次発狂来るよみたいな。まあ今でもそういうモンスターいるんですけど、基本的になんか落ち込んが乗ったり乗らなかったりちょっと調整ミスると、まあ意外と硬くない。あ、硬そう。固定でそんだけ入んのか。今負けるゲームなんですよ。皆さんこのパンジーのスキル知ってます？覚醒無効解除しながら攻撃体力回復6倍でございます。強くない？まあ彼が溜まってればね、さっき積むことはなかったんですけど、でも彼をさっき使ってたら結局ここで積んでたんで、やっぱリュエルちゃんが耐えてしまったがゆえのコンティニューですよね。まあそこはもうしゃあなかったとして我慢しましょう。は？決め決め決め、何てんてんてんて。早い早い、ボスが早い。あ、強敵？ちょ、待て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 、文句を言わせろ、文句を、文句を言わせてくれ。なんだあいつ、なんだあいつっていうかさ、なんかつけようよ。ガンホーオンラインエンターテイメント、なんかさ、そのねえ、謎の機械から始まったあの死ぬ時に根性でもないくせに喋っていくシリーズ、根性言ったら喋るみたいなアイコンつけようよ。おーおー、ほら欠損したかな。いやでもね、アムリニアはね、ルーレットをつ、弱いなお前。アムリニアはルーレットからこう欠損を回避していくっていうキャラクターなんで、まあまあまあそこはいい、いいってことにしましょう。火が消えとらんがな。ああ。ああ。焦げる大地。救われた。救われたが 75% の盾を張ってしまった。しかし吸収も消えている。さあ、どうなることでしょうか。ドキドキ。んで、バーカかて。あ、またそういうことするんだ。は？は？わしに死ねと言うんだな。これはだってフェラゴンみたいなスキルがないとそもそも積んでるよ。よいしょ。まあお邪魔の目覚め消えるんでね、落ちこなしも消えるんじゃないかな。おっしゃ、なんで欠損しとんだって 7×6 で。おい、何が言いてえかわかるか？こっちは金使ってんだよ、100円。なんで100円使ってコンティニューしてやってさ、不利な状況から始まるんです？
ここマジね、良くないポイント。良くないねボタン。マジ。いいねボタンじゃないよ。良くないねボタン。もうなんか昔からずっと言ってるけど、こういうコンテするシリーズで。なんで我々が不利なんですかっていう。思いません？なんならもう誰かのスキル全部溜まるぐらいのさ、メリットあってもいいと思うんですけど。激しい炎を身にまとっていく。怒りとともに姿が変わった怒りてえのはこっちなんだよ。あぐらかいとるし。なんか目覚めつけやがったし。でも雨は悪くないからね、別にね。雨に当たってもしゃあないからね。殴ってみた。てか、無効かやん。無効か5ターンも突破する術ないんですよ、こっち。意外といける。はい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 。それはね、もうね、しゃあないとしています。我々は。エンハはだってパンジーしかないんで、いや、あそこにあったなぁ。セシリアちゃんあったなぁ。使っとくべきだったかもしれんなぁ。でも何があるかわかんねえから、基本的に手は残しておきたいよね。少なくても5ターン我々何もできないんで。しかもこんな頻度でやられたらどうしようもないんで。はい、光欠損。光ドロップ君足引っ張ってますよ、さっきから。わかってます？君が足を引っ張ってるのは間違いない。君だよ。コンテしてなかったドロップ。まあ、今んとこね。いや、毎ターン激減するのキモない？で、次さ、目覚めとか終わるからさ、絶対なんか変わるんだよ、やること。もうこれはガンホーとの読み合いだってばよ。ガンホーの人はきっとここで行動変えてくるってばよ。また光ねえし。なんなんだし。祈った。祈りました、アグラくん。怒りました、そして。で、なんか遅延です。ほう。超根性があるから、とりあえずは殴るしかねえ。まあ、光ドロップめー。思ったよりやばくなかったなと思ったら盤面の方がやべえわ。光がねえ方がやべえわ。で、とはいえとはいえ、怒ったとはいえ、なんか元々がそんな強くねえからこいつ。怒ったの、あ、でも超根性いったらね、また行動変わるっていうか何かしてくるのに一票。なんだ。超炎壁。あー、結局火属性みたいなもんね。はいはいはい。それはいいよ。全然いいよ。これは、パンジーでエンハをすればゴリッといけると僕は思うんですよ。なんなら釘ドロップでちょっと、持っちゃって、火力。火力もっちゃもっちゃして、で、パンジーエンハンスで、倒せるんじゃないかな。使っちゃった。たまには流れに乗ることも大事。6倍でこの硬さ。癒しの炎ちょっと回復。6。あれ？あれ？優しいぞ。エンハンス。なんだ。癒しの炎で発狂ラインを出しましたとかいうパターンだったらバカクソありがてえんだけど。逆に良かったパターンこれ。光待ちます。いや、水でいいや。いけたんちゃう。釘もちょっとあるよ。釘でかいと思うよ。イエス。いや、イエスではないんだよな。二婚してますからね。なあ、これが落ちるダンジョンか。そうか。まあ、ノーコン狙えなくもない感じではあるけど、ちょっとそんな気力はなかったっていうやつ。一回でパワーを使いすぎて、なんか、
ああ今の調整失敗しましたね、もう一回行きましょうっていう、そんなあれは湧かなかった。でもなんか昔のレーダー流やってるみたいな感じで楽しかったです。たまにはね、あのコンティニューして、まあコンティニューしてなぜかこっちが怒ってるんだけどね、コンテしたことじゃないよ、敵が強すぎだろっていうことに対して怒ってるわけじゃないんだけど、そのゲームシステムに対して怒るのがなんか久々で楽しかったっていうのもなんかあれだけど懐かしくて、ああこれこれって思った方も多かったんじゃないのかなっていう動画にはなったと思います。ちょっとまあ強くなったんだけどね、個人的にはその僕のボックス内で使おうと思うと難しい性能ではまだあるんですよね。まずこのね、威嚇をやめてほしい。なんかもうちょっと有意義に使おう。え、これグレオンとかって何すんの？それ次第ではいかれるよ。火が3倍。で、これめっちゃ強いよね、メニットね。メニット爆発でえんだよ。で、ミヤちゃんはダメージを無効化。ダメージを半減。光が落ちや、おい。おむつ。なんだ、威嚇って。威嚇してる間にそのルーレットをさ、ねえ、多分これを貯めておけば次から欠損も大丈夫ですっていうコンセプトなのかもしんないけど、威嚇効かないことが多いんだよ。てか威嚇してることも多いんだよ、すでに。終わり。閉廷。